クラスメソッドのガオリュウです。こんにちは。クラスメソッドの年に1回のカンファレンスイベント、デベロッパーズ IO が今年もオンラインで開催されることになりました。7月26日から28日までの3日間にわたって多くのライブセッションが行われます。この動画ではライブセッションの登壇者にセッションの見どころについて聞いていきます。今回は強い組織を作るために知っておきたい組織の基本法則というお話をいただく曽木谷さんに来ていただいてます。曽木谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですけども、見どころからお聞きしてもよろしいですか？はい。組織を作るという、組織をデザインするということに結構最近、ここ数年私のこうメインテーマになっている部分があるんですけども、そのことをテーマにお話しするというのは実は今回が初めてでですね、私もまだ綺麗にまとまっている状態ではないんですが、私の頭の中にあるものを初めてお出しするというのが今回の見どころかなと思っています。はい。それはすごいですね。初めて話されることが聞けるってすごい場になりそうですね。そうですね。結構その B2B マーケットとか、ウェブ制作に関しては結構今までだいぶ喋ってきたんですね。あとコンテンツのことかな。組織は、はい、初めてかもっていう気がするので、そういう意味ではちょっと楽しんでいただけるといいなと思ってます。はい、めちゃくちゃ楽しみです。ちなみにそういうお話を今回されようと思ったきっかけってあるんでしょうか？そういうテーマのお役目をいただいたかなって感じですかね。あ、でもまあ、やっぱクラスメソッドの、まあ、CDO として私が入ったっていうところで、はい、テーマは2つあると思ってます。デザインか組織づくりで、まあ、デザインっていうのは割とこう、デベロッパーズ IO の中で話すにはちょっとずれるし、分からない人が多いかなと思うんですが、組織の方はエンジニアだろうが、マネージャーだろうが、どんな人でも共通する結構普遍的なテーマなので、まあ、デベロッパーズ IO で私が話すには比較ふさわしいテーマかなと思っています。あ、それはもう絶対ふさわしいと思います。はい、じゃあそれはどんな人に聞いてほしいとかありますかね？そうですね、まずはやっぱり組織を作る立場の人ですね、まあ、いわゆる肩書きでいうとマネージャーである人だったり、あとはもちろんこれから会社を作ろうとしている起業家の方も入ってくるかもしれないですね。あとは会社の中で新規の事業部を任されている新しいチームを作ってそこのリーダーにならなきゃいけないみたいな人はやっぱりメインターゲットになってくるかなと思います。メンバーとしてチームに属している人も、組織作りってこんな風にして作られるんだとか、例えばリーダーとかマネージャーの意思決定が自分には理解不能に思えても、はい、あ、なるほど、こういうからくりの下で彼ら動いてるのかって分かると納得感が出たり、不満ではなくなんか分かるっていう風になれたりすると思うんで、まあまねくやっぱり組織というものに関わる人全員に、まあ、多くの人に分かってもらえるような内容にしようかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ちなみに普段はどんなお仕事をされてるか聞いてもよろしいでしょうか？クラスメソッドは私週1ぐらいの関わり方になるんですが、他はですね、はい、もうやっぱ株式会社ベージという会社ですね、こちらの経営に近いようなやっぱメインですかね。うんうん、今社員が37名で、まあ、まもなく40人ぐらいになろうという組織なので、そこそこ組織としては手間がそろそろかかり始めるというか、自分一人では手に負えない規模になってきているので、まあ、そっちの仕事は結構忙しいのと、はい、あとは、まあ、うん、自社のマーケティング広報、それからセールスも私なるべく立ち会っているので、うん、っていうあたりも含めての、まあ、中小企業の経営っていうものをメインでやっているという感じですかね。はい、ありがとうございます。じゃあその辺の知見も含めて幅広い内容から組織についてって形で語られるってことですね。はい、そうですね。私がこう0人から40人近くまでした経験と、あとはクライアントの支援をですね、クラスメソッドさんと一緒なんですけど、我々もずっと支援会社の立場でいろんな企業を見てきてるので、はい、クライアントさんの組織を見てくる中でうまくいってる組織、それからやっぱりうまくいかなくて停滞しちゃう組織とか、そういうものも見てきていますので、自分の組織作りをした主体者としての経験と、まあ、観察者としての経験と両方をちょっと混ぜながらお話しできると思います。それはぜひ聞いてみたいものです。はい、では当日に向けての意気込みを聞いてもよろしいでしょうか？はい、先ほどもお話したように、私としてはちょっと初めてまとめる資料というかスライドになるので、ぜひ一人でも多くの人にですね、こんな話初めて聞いたとか、なるほどそういう見方があるのかと共感してもらえるような、そんな回になればなと思っています。楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、曽木谷さん、ありがとうございました。曽木谷さんのお話しされる強い組織を作るために知っておきたい組織の基本法則は7月28日のライブセッションの方で実施されます。詳細に関しましてはデベロッパーズ IO の公式サイトよりご確認ください。では曽木谷さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。